ローカル SDGs 推進に積極的に取り組むリコージャパン山形支社。ここを訪れているのは東北芸術工科大学企画構想学科3年の佐々木瑠奈さん。あ、すごい、こんなに SDGs の目標のポールがたくさん貼ってあるの初めて見ました。階段って毎日目にするとこだと思うので常に意識できてすごくいいと思います。こんにちは。こんにちは。はじめまして。私、リコージャパン山形社の野口と申します。今回、リコージャパンの SDGs の取り組みを紹介してくれるのは、野口恵美さん。野口さんは、SDGs を社内外に正しく伝える SDGs キーパーソン。SDGs 推進のための勉強会やワークショップなどを開催しています。早速野口さんに社内を案内してもらうと、こちらが社内で実践しているマイ SDGs 宣言と言われているものです、はい、でその SDGs を自分ごとにするためにですね、今日から社員一人一人ができることというのを書いてロッカーに貼っているものです、では野口さんの目標はというと、こちらです。8番と17番。はい、私は会社と関連した内容にしておりまして、はい、社内のですね、いろんな働きやすい環境を作るとともに地域のお客様に働きやすい環境をお手伝いするというところを実践したいということで、日々意識して仕事をしています。持続可能な社会というのはみんなで目指していかないといけないと思うので、一人一人が SDGs の自分なりの目標を掲げているのがすごく印象的でいいなというふうに思いました。